されたトッププレイヤーですが、今やもう豪輝もトッププレイヤーで、クーベも決勝常連に入るんじゃないですかね。ですね、もう人間性能マックスですね。とにかくあの目がいいです。そうです、反応とあとその対空の昇竜の速さが半端じゃないですね。それに対して下野くんはですね、まあ、ユリアンのプレイヤーなんですが、僕は下野くんの言う見たことないんですけど、どういうプレイをするのかちょっと気になる。そうですね、ちょっと私もですけど、なんか落ち着いてますね。これで下野くんがさあ、うわ、投げすか見てから竜巻ですね。見てますね、しゃがみ中盤竜巻。あ、セット、あ、今セットプレイで表裏なんですが、投げる霊陣を投げましたねこれでも大きい。下野くんが大きいは体力が低いんで暴れてくる。あっと2回取れず今かなりも惜しかったですね。惜しかったですね。見えてたんですけどね。そうですね、今来月中に若干先落ちましたね。さあ、これで空中で拾ってで、画面足。あ、これは苦しい。はい、やらしたナッツさんがこれは苦しいこの1ラウンド目のあの美味しい形になったので、そのまま勢いでいきましたね。これがトッププレイヤーらしいですね。勝負強いですね。さあ、武田くん出てきますね。エルフォルテといえば TKD なんですが、果たしてユンの実力はいかに。もともとサードプレイヤーなので。そうですね、で結構ここ最近何回かやらせていただいたんですが、かなり強いですねしかしタチアナ・カルワーらしい。どちらのゲームがうまいのかですね。ただ先ほどから着地、そう、着地の処理がすごいですね。さあ、大きいコンボ入って、あのすごいボッタチで見てますね。全部さばいてますけど、雷撃のさばきがすごいですね。当たらないのは全部かけて、で手前はさあ、コアコア、これまさかの、あっと嵐が止まらない。いや、これ前に走りましたねそうですね、前ダッシュ確定はさせられないけど、しゃがみダイパン、一体何が見えているんでしょうか。我々凡人には全く想像のつかないさあ、着地を投げて、さあ、うまいですね。しゃがんですかして、すぐ打ってて大勝利、ブン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 さあ、またいました。手前に弱達、前ダッシュ弱達、そう、もう読み切ってますね、完全に。たまらず絶頂でこかして、もう撤去してますね、全部あれで暗い引け。さあ、鉄山絶頂入ったけど、うわ、圧が、あー、つながったんですね。あれはさすがの移動投げあの豪輝が前に突進してくるっていうあんまり見られない映像なんですねもう暗いないって固まったとこはもうすぐに移動投げと、すごい上手いですね。いや、まあ、なんかもう豪輝っていうと比較的なんか守りのキャラクターみたいなイメージが、ね、さばいててキャラのイメージがあるんですが、嵐さん前に前に突進してきますね。もともと攻撃力高いんで怖いですよね、あんだけ来られるとユウも柔らかいんで出てくるは三沢くんですね。うまい垂直で竜巻置いて、先ほどからすごいですね、もうすごいですね雷撃の処理がなんか取ったりとかじゃないですよ、全部何か技を当ててくるっていうこと。ユンとしてはもうここで止めないとかなり苦しくなりますね。で今の嵐さんから嵐さんが乗ってる。で今の小足もちょっとディレイかけてますね。すごい、ユンのゲージが溜める暇がないですね。どう見ても豪輝有利見えますね、うん、まあ、固めオガードで竜巻で暴れる、あのやること全部正解だったね。そうですね、読み勝ちまくりのまた昇竜上りダイパン乗っかけましたね。あれ、あ、これしゃがみなんで減ります。歩いたけどタッチコパン、え、エコパンになっちゃいましたね。手前はコパン、コパン、うわ、ピンケロスすべて凄まじいですね。これはもう声が、あの何も言うことはないですね、声が出ないですよ、本当に完璧です
さあユンチームの方から前座は終わったって言ってますねここからがどうやら本番。そう、ゴーキチームならまだしも相手側から前座は終わったって言ってますけど、まあここから本番ですね。でも実際、これメインキャラクターの増田ユンですね。こちらはゴーキも確か結構使えるので、さすがにそろそろ一筋縄ではいかないんじゃないかと思います。そうですね、止めたいですね。ファイブオンファイブなんてもうそろそろアラスさんの動きが分かってきてると思うので、あの暴れ方動画もやっぱ見てるのでと思ったら暴れてないですねさあこれ高い。アラスさん丁寧なのか、うわーでも思ってた、ただ暴れてくのかもう何さあこれはしゃがみでかい。ここは冷静に、これは冷静に画面端で落とさないで1ラウンド。さあやっと1ラウンド取りましたね。さあ全部2ラウンド取ってましたね、はい、やっと。さあここから強気にいきたいですね、はい、ただ画面端これはきついですね。めくり雷撃もしっかりガード、まあ、増田君は距離感が丁寧ですね。さあ見てる、おお確定させる一体何が見えてるのかすごいな反応が本当に、あのもうユンが歩くっていう、はい、さあこれはゲージを使った状態で負けてしまうんで、あの上を見ながら雷撃、あの鉄さんはブロックっていう、そうですね、全対処ですね。これは一体何が起きてるのかよく分かんない。さあユンも早い暴れ、マスタ君はもうここで止めたい。うまい読み切ってましたね。さあこれは死んだかな、落とさなければ、あのドット残りましたね、ドット残りましたね、全勝強気いやーさあここで止める、止めましたね。はっきり言っても見てた感じかなり無理そうだったアラスさんの猛攻をここで止めるのがさすが副将ですね。さあそれで時報がデコイさんですね。デコイさん豪気ですね。メガネをクイッとしていましたが、自分去年のクーペの本戦のチームメイトです。デコイさんなんかあんまりこう大会好きじゃないイメージがあったんですか。そうですね。ただ去年のクーペからやっぱりこのデカい大会楽しいと。今見ましたか、今遅らせ残空 で、ね、着地の投げをすかしてからしゃがみ中盤竜巻。非常に丁寧な豪気です。それとあの中足の状況確認がもう素晴らしくうまいです、ね、バランスがいいですよね。でたまにあっとしゃがみ、今かくりましたね。さあ大パンループ完備、そしてマイステおっとこれは生きているこのダメージ7割溶けてゲージが半分回復しましたね増田君落ち着いてますね。ものすごい減りましたね。さあ暴れから最大大パン着脱巻大昇竜投げで暴れて大パン、ゴーキとしてもね落ち着いて少し時間をあげたいんですが、お互い体力ないのでもうすごいですね減り方が。さあ割れたけどこれで結果オーライ、結果オーライですね。これ十分減るんですよね、ゴーキはゲージがやばいんですよね。もうゴーキとしては早めに行きたい、早めに倒してきたい、出ました状況確認の中足、赤のしっかりと昇竜を仕込んである。そうですね、今昇竜入ってなったら死んでいたんですが、 SA になっても潰されるんで非常に難しかったです。素晴らしい判断でしたね、ここで折れない男。さあこれはダメージ軽く済ませて投げ返し画面足、早いですね。投げ1回が減りますね。このゲージの回転、回転率素晴らしいですね。でこれは鉄腕高いでしょ、ショーンって持っていく。さあユン側もやっぱりここから本番だと言っていただけありますね。前の3人でウォーミングアップは済んだと考える時間があったと言ってますね。出てくるのはまんま豪気ですね。もう竜でも結構ね、いろんなキャラを使う方なんですが、もう最近はでも竜5も出てるのかな、プレイで竜でも出たりで、今回は豪気ということで、こちらもあのもう超反応系プレイヤーですね。そうですね、こういう豪気みたいなキャラクターは好きそうですけどね。今すごいですね、ジャンプジャックマン置いてましたね
ただこれ前方で切り返して前風呂、前風呂大パン竜巻、画面端持ってってセットプレーですね今のは。うお、垂直でそのまま竜巻で回ってましたね。うまい、投げのさばきが速いですが、これもあからの歩いて大パン。今のしゃがみでジャクジャクチューとかくるとそのまま行ってしまうような体力だったのでかなり怖かったと思うんですが、動けてますね。さあ、これは大きいですけども、いいでしょう。で、3割、3割のゲージがもうこれで8割回収。さあ、ちょっと早かったですね、早かったですね。まだ落ち着いてますね。さあ、カードクラッシュして鉄腕高いでしょう。減る、いや減りますね。最後のジェスチャーが思ったより減りますね、やっぱり。あの、けど途中からなんでね、補正があんまりかかってなかったですね。乗っかりましたね。ですが、ゲージは満タンの状況。さあ、緊急系が発動せずに中足発動、遅らせましたね、警戒してますね。ただお互いガード固い。さあ、ちょっとこちら繋げなくて中足の2勝。うわ割り切ってく、喧嘩してますね。さあ、うまいですね。バックダッシュで済ませて、おーここで頭蓋瞬刻、ここで移動補瞬刻、猫バンバ見せる。ここでカラーデーモン飛んできましたね。凄まじいっすね。あの、基本的にやっぱ頭蓋申告とかそういうのはあの、何かガードさせてからとかちゃんとフレームを管理してからっていうのが多いんですが、今のは生で起き上がりにあのちょっと遅らせていきましたね。素晴らしいですね、もう体内で出てくのは対象の一斉運。ただ先ほど見ていた通り、もうプレーオフの対象で出て上がってきた。間違いなく今一番強いでしょう、このチームの対象ですからね。さあ、画面を投げて、ゲージ発動、毎中継一発が重いですね。さあ、このリープの距離ですね、高いでしょ。一斉さんの言うは、本当リープからつなぎが本当上手いですね。で、なんか、ガンガン行く方に仕掛けて丁寧ですね。やっぱやり込んでると強いですね、動けてます。さあ、発動して、ここはまあしょうがないですね。しょうがないですね、こちらで。さあ、回収はできなかったが、今の壊した中継。さあ、ここでたまらず昇竜で返して、豪気側の割り切りが素晴らしいですね。いい方、いい方に。うまい、うまいですね、今の逃げる雷撃。あー、今の釣られましたね。さあ、これは完走するとかなり減ります。鉄山高いでしょ。で、残り1割もうないんだった。うまい、うまい、見てからジャンプターゲット弱大ですね。反応が早すぎる、見せてくれますね、やっぱ大将。さあ、投稿隊長来ましたね。ちょっと待ってください、なんか今キョンシーみたいになってますけど。ゾンビ化してますね、キョンシーか。キョンシーみたいになってますけど。コメントが早い。まあ、果たして真面目なのか。ダメだこれ、真面目に見れそうないですね。頭に何か貼ってるけど、あれは封印なのかなんのかよくわかんないですけどね。でさあ、取って中盤弱密強昇竜からの昇竜仕込み。こう見えて冷静ですね、あんなふざけた見た目をしていますが。結構遅めの前方から十分ですね。ユンとしてはあ、暴れる、あれでいいんですかね。うわ、一斉くんミスはしましたけど反応してますね、あれ見てから打ってるんで、素晴らしい。さあ、下前打ち投げる、なんかやっぱ豪気側の対策がかなり浸透してますよね、みんな。さあ、中足ハードをメインパンで歩いてアンバー、カメラの角度がやばいですね。うわ、またありましたね、遅らせる。なんかもうなんか豪気側やっぱ本当にかなり意識、まあ、ここは甘えずに入っていく、共通の意識がありますね。攻略みたいになってますね。攻略がもう、あーさあ、この当たりは近い、地上を繋がる当たり方ですね。あ、なんか美味しいが落として、これはゴーキとしては美味しい形。あっと、置いてあんのやばいですね、あれ。
歩き投げは避けて全部取る。一星くんこれ完全にやり込んでますね。やり込んでますね。うわ、繋がってない。なんで、ね、さあこれでうまく幻影をしのいで、ゴキガーとしても1本溜まりますね。さあ空陣を取る。下風呂、下風呂中足立つからのセットプレー。さあカロチュー状況確認して、からのおー、見てから、見てから空対空ゲージ溜まる。さあカロン、うわー、冷静に何回もやらせない。あ、すごい安心してます。いや、ただ今のすごいですね。当てに取りに行っちゃったりするとこなんですけどね。しっかりしゃがんですか、しゃがんですかして壊し確定で、しかも1回目ミスったんですけど、2回目はしっかり、そうですね、確定させましたね。さすが一星くんですね。さあここで対象、対象、これも対象戦いきましたね。すごいな。もう拮抗しますね。さあユン対ゴーキの決勝戦、決勝戦じゃないですね、すいません、対象戦ですね。マッチゴーキです。マットもね、今日かなり動けてるので、さあ一星くんかなり乗ってますね。バイジャンプしましたね、普通に。あ、確定させて、小足小足から画面始まってって、あの一星くんのあの竜巻とかに対する、そうですね、しゃがんで避けて確定させる、素晴らしいですね。さあ、ゴーキとしてもゲージがないのでかなり苦しい形にはなってますね。おっと、惜しい。見てます。あー、ちょっと近距離にならなかったですね。早いですね、今。早いですね。見てから変えましたね、一星くんのこの空対空の DC が早い。100機に対して、さあ、1.4 のバックダッシュが通って空中 TC。からの、うまいですね、柱しっかりリバーサルで出してますね。おっと、さあ大分で暴れて、そこでゲージが止まるんで分かりません。おお、ハハリの技で中和シャドウ連発。お、珍しく PA はしない、見せてくれますね。さあこちらも最終ラウンドですね。見てる方が苦しい。すごいな。ハイパンでゲージダメで、ユン側は早くたまる前ダッシュで、そうですね、もうこれは必要経費ですね。攻撃としてはこれはもうしょうがない形。おお、早い、一瞬前だ、暴れかー、結構前捨てユンゲージたまりましたが、うまい。マッソのしのぎが素晴らしいですね。素晴らしいですね。さあこれで幻影をしのいで、さあこれはでかい、上り竜巻から壁味。伊勢さんも逃げるのがうまいですね。これはもうゲージが確定ない、ゲージが溜まる。さあこれでかい、ダウン奪って大パンからの勝利クロール、伊勢くんやる、すごい。何がすごい